さて、始まりました。イルビリーでございます。てなわけで、サムネタイトル見てもらったらわかるように、ヒルビリーくんね、もうナーフ来ちゃいましたね。まあ、そうですね、皆さんもね、予想されてる方も、いらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、まあ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 、まあ、ちょっとね、アッパー調整というか、まあ、強めの、状態でね、実装されたんで、あ、これいますね。まあ、さすがにナーフ来るんじゃないかなと、予想されてた方もいらっしゃると思うんですが、まあ、案の定ナーフ来ましたね。これは？いて、これ当たるんか。これは、適当さん。適当チェイス、だったのかな？ラッキーですね。ってことね、チェーンソーをね、外した後の、なんか歩いてる時の移動速度が、ナーフされたんかな。一応テロップで出しとこうかなと思うんですけど。この、今ちょっと一瞬ね、スローになったと思うんですけど、あの時間がね、こう減少した。まあ、つまりまあ、移動速度遅くなったってことですね。つまりは。おー、あとは、このトンプソンミックス、トンプソンズミックスだね。これもね、ナーフ来たんですよ。で、効果自体は 2% の調整やったかな。ただ結構ゲームって繊細で 2% 違うだけでもね、結構変わってくるんで。まあ、それがどれぐらいの影響出るのかっていうところなんですけど、まあ、実際多分使ってみる方が早いかなということで、今使ってみてます。これ二人とも上行ったか？どこ行った？こっちかな？どこへ行ったというのだね。はい、ちょー、オッケー。でも、どうなんだろうな。あんまり、あ、でも確かに、俺、そのサバイバー側、てか、服ないけど、サバイバー側やってる時に、ヒルビリーがさ、チェーンソーでブイーンって走ってきて、で、まあ、言うたら、そのチェーンソー当たらんくても、その後すぐに距離縮まって、一発いられるな、みたいなのは感じたことあったんですよ。多分それが強すぎてのナーフやったんかな、やと思うんですけどね。その、チェーンソー外した後のクールダウン中の移動速度っていう風に書いてあったんで、これはトンネルしましょうか。トンネルしようと思ったけど、この人でもいいかな。これいきますね。ドーン。まあ今んところは、まあ、そこまでナーフの影響を感じないような展開なんですけども、どうすかね。まあちょっと、まあさっきも話す途中やったんですけど、まあ若干そのヒルビリーがアッパー気味で来とったとは多分もう皆さんも同じこと思ってると思うんですけど、まあだから、なんかそこまで強烈なナーフではないんじゃないかなと思ってるんですね、僕的には。ちょっとね、コメント欄で皆さんの意見も教えてほしいんですけど、だからそこまでこの調整に関して、だからまあ言ったら、あ、やっぱりなっていうふうに思ってる人が多いんじゃないかなと僕は思ってるんだけど、どないですかね。なんだかんだでね、キラーもね、やれんことないんでね、こんな感じで。で、まあ、少し前というか、まあ終わったばっかりなんですけど、消灯モード。あれがめちゃくちゃそのキラー寄りのイベントやったんで、まあ、そこまでそのキラーを普段遊んでるプレイヤーの方のフラストレーションっていうのはそんな溜まってないんかなというふうに思うんですけども。どないですかね。あのモードのおかげでランク上げれましたって方もね、結構いらっしゃるとは思うんですよ。これオフレコないね。おるやん。でもあれ、医療キットやったね。落ちれますね。みたいな感じで。結局、その、
なんだろうな。まあ、DVD 結構よくあるんでね、この、ちょっと強めの調整入れといて、結局、最後は、こう、ナーフするみたいな。てか、まあ、ほとんどのゲームもそうですよね。僕はこれに、この調整方法に、慣れた。ちょストライク。ストライク。こんなことある。めちゃくちゃ綺麗なホールインワンやったけど。今んところ、そんなに弱くなった風には俺は感じにいけない。イヤホン外された。ちょっとみんなの意見も聞きたいなっていうふうに思うねんけど。まあ、こうやってやった後に、こうやるっしょ。この移動速度が遅くなってるんじゃない？でもヒルビリーってそれ以外の基礎能力がめちゃくちゃ強化されとったんで、まあ、これ一個ナーフされても正直まだまだ全然やれると思うんですよね俺は。まあやれてますしねこれ現に。で結局今のキラー環境ってこんな感じで、オフレコ持ってないサバイバーガンガントンネルされてっていう風な環境なんで、でまあトンネルキャンプがしんどかったら、まあ、オフレコ持っていきましょう。でキラーはその均等釣りとかまあノーキャンのトンネルやってもいいねんけど、そうするとちょっと勝ちにくいよとか、今更僕がこんなね言うことでもないですけども、皆さん分かってあると思うんですけど、こんな感じでチェーンソーである程度まで近寄って、そこから通常殴り入れていくみたいな。これが前まではめちゃくちゃ入っとってんけど、ちょっと今回からは入りにくくなるんかな。ちょっとこの方でそういうチェイスができたらいいんだけど。さあ、行きましょうか。これはどう考えても無理やね。これは板倒すかな。こっちね。残り2枚ですか。ちょっとね、普通に追っかけますか。落ちますね。倒しますね。はい。よいしょ。あと1個で不吉な方痛まるんでね。OK。まあでも結局ヒルビリーって、この背中張り付き、背中張り付きからのワンパン、まあ、これがもうめちゃくちゃ強いんでね。プラスな、オーバードライブか。オーバードライブもめちゃくちゃ強いし、まだまだ現役やと思いますけどね。全然もう余裕で。現役っていうか、普通に強いと思う。強すぎるが、まあ、普通、ちょい強ぐらいになっただけなんちゃうかなと、僕は今回の調整はそう感じてますけど。これ40秒間入るんで、な方位が。で、多分、あそこ本線やったんでね。どうしようかなと。いうとこなんですけど。と。で、待って。待って。ちょっと分かりづらいんですけど、運営の文面をもう一回読むと、チェーンソーが外れた時のクールダウン中の移動速度。でこれがね、2.3m/秒から 1.84m/秒かなに変わってんのよね。わかりづらいよね、正直。俺が、サバイバーやってて思ったのは、まあ、ここ、まあ、なんやろな。でも、まあ、全部強いけどね、正直。全部強いんだけど、強い中の特に強いとこナーフしたっていう感じかな。だからもう、まだ全然強いと思いますよ。正直ね。なんつったらいいかな。そこまで、うわ、マジかよ、みたいな感じではないかな。戦いましたよ。
なあ。サバイバーどこにおるんやろ。これぶつかりたくないな。あーやばい。サバさんどこにおってんのこれ。ここですか。あれサバイバーさんがいてはらへんねんけど。ここは編集でカットカットモードかな。よし。てなわけで、めちゃめちゃ苦戦者も通電されたんですけど、なんとか、全滅は取れました。はい。ということで、まあ、ヒルビリーが、めちゃくちゃ超絶強化からの、まあ、ちょっとナーフというふうな、まあ、報告動画やったんですけど、まあ、そうですね、多分動画見られた方も、いや、ヒルビリー、どれぐらい弱くなってんのかなって、多分気になって見たと思うんですけど、そんなに弱くなってないでしょ。いや、まだ十分強いと思います、僕も。はい。まあ、ちょっと皆さんのね、意見も聞きたいので、よかったらコメント欄の方で、コメントよろしくお願いします。はい、ということで、ヒルビリーが、ちょっとだけナーフされたよ、という動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。